ボアズイチ大学はトルコのイスタンブールにある国立大学である。ボアズイチとはトルコ語でボスポラス海峡を意味する。下記の遠隔からボアズイチ大学の教育言語は英語である。現在トルコ国内で最も名門である大学と言われており、2019年にはトルコの大学共通入学試験である高等教育機関試験において、 最上位成績優秀者1000人のうち最多となる712人がボワズ一大学への進学を選択した。国際的にはアメリカの US ニュースワールドレポートによる世界大学ランキングにおいてトルコ国内で唯一の200位圏内である186位となった。なお、同ランキングでは中東工科大学、イスタンブール工科大学、 ハジェッテペ大学といったトルコ国内の大学が続いた。ボアズイチ大学は1863年、アメリカ人のロバート・クリストファーが開設した男子校のロバート・カレッジを起源とする。ロバート・カレッジではアメリカ式の教育が実施された。その後1971年に制定された法律により、カレッジの区分の学校は理性の区分へ移行することになった。ロバート・カレッジは、 ベベッキ地区に2つ存在したキャンパスのうち1つをトルコ政府に譲渡し、その敷地に同年ボアズ1大学が開校した。ギュネーキャンパスの人文科学部旨、ヨーロッパ側のベベッキ地区に位置するギュネーキャンパスとクゼーキャンパスのほか、アジア側に位置するカンリリキャンパスなどの5つのキャンパスを有する。ギュネーキャンパスには大学本部があり、ロバートカレッジの敷地と施設が使われている。 チェーンゲル教員に位置するカンディリキャンパスにはカンディリ地震観測所がある。日本語講座1988年10月に分理学ブレキ史学科の選択科目の一つとして日本語講座が開設された。ボアズ一大学での教育言語は英語のため自己の専門に加えトルコ語、英語、そして日本語を介する人材を育成している。日本語講座の受講学生は 歴史学科だけではなく、様々な学科の学生から構成されており、最近は、経営、政治、数学、物理、英語教育、西洋言語文学学科、ツーリズム学科の学生も受講している。2010年9月からは、ボアジチ大学文理学部翻訳学科の必修選択科目1として日本語が増設され、新たに翻訳学科向けの授業も開講された。 2019年3月には、約30年もの間、ボアズイチ大学分理学部歴史学科日本語講座にて、多くの日本語学習者を指導してきたエルドアン、マリコ前講師に対して、在イスタンブール日本国総領事館より、長年の功績が称えられ、在外公館長表彰が授与された。日本の大学との留学提携選択科目の日本語講座を通じて、 2018年10月までに、以下の10の大学と交流協定を結んでいる。下関市立大学、慶応義塾大学東京外国語大学早稲田、大学関西、外国語大学筑波大学静岡県立大学、東京工業大学大阪大学、独協大学。ありがとうございます。